皆さん、こんにちは。河合圭介です。本日2024年、4月19日、16時27分。ですね、佳子さまや皇室の方たちへのメッセージなんですけども、ホームページ河合圭介の履歴の一番のところからも閲覧できるようにしておいたんですが、まあ、一応 YouTube 一覧表の皇室や国会議員の方たちいや、これ、党がいらなかったですね。地方議員の方たちとマスコミの方たちへというところでですね。その、春山整骨院の件で出廷できないように強制入院させたようです。それと出廷期日の記載された書類がこちらに届いていない可能性があります。これ見たらこの件の怖さがわかりますと。あと、こちら、ですね、説明欄もあったと思うんですけども、そちらの方も見ていただけたら、まあ、こちらの状況がわかると思います。で、これ、まあ、まあ、佳子さまや皇室の方たちだけじゃなくて、国会議員の方たち、いや、各地方議員の方たちへのメッセージでもあるんですけども、まあ、もう今、手詰まり状態なんですよね。だから今、いろいろ証拠の動画を上げていって、もし裁判所へ提訴したら、コンコンコンっていう声が聞こえてるんですが、だからまあ、その警察官の人とかが、その僕を強制入院させるっていうことはないっていうような意味合いで、その電波でその、お知らせできてるのかもしれませんし、だから、その辺のところも判断、できないですし、一応まあ、昨年の件に関しては、さらにいろんな内容とかを、裁判所へ上げて、まあ、あとはテレビ局のマスコミの人たち、なんですけど、その裁判所に、昨年その460何万でしたっけ、その番号の、まあ、続きのような形で結局、原告の求め、その第何条とその原告の求めについてはっきりしてないから、棄却という形になってるんですよね。この間そのそちらに載せてる件を書類を買いに行った時に、先にその令和3年の時に出していたその内容のものが、463号でした。ちょっと待ってください。訂正し違いますね。受付番号は神戸地方裁判所の令和3年3月24日括弧は括弧閉じる第483号。まあ一通りそのあたりの書類を、まあ、撮影はしてるんですけども、まあ、内容、他の、その精神病院に入れられた時の、その領収書に日付が載ってるんで、入院期間、その内容を見てもらった時に、その法廷に出る前に精神病院に連れて行かれていると。他にも訴訟費用の給付申請、例えば市は株式会社の件だったとしたら、訴訟費用の給付申請が通って、まあ、これは平成21年か22年の、第3009号なんですけども、括弧はだったと思いますね。で、まあ、法廷でかなり内容を進んで、まあ、会社が悪いですっていうことを裁判官がはっきりとおっしゃられて、まあそこそこ内容も進んでいて、まあ、あとは、まあ、お金の計算云々の段階に入っていくっていう状況で、で、その途中で精神病院入れられてるんですよね。別の件の訴えも同時に行っていて。で、まあ、その辺のところも、その内容を見ていただいたらわかるかと思います。まあ、そういった状況なので、その時も、だから精神病院入れられているんで、その、裁判所での訴えが始まったら、いろんな人間で喧嘩を売りに来て、こちらを怒らせて、精神病院に連れていくっていう方式を、どうやら、行ってるみたいで、
これね、その警察官の人たちの間でどんな話になってました？分かっている人は分かっているじゃないですか。知ってる人は知っている。で、こちらがどういうふうな状況に陥っているのかっていう部分。だからまあ、昨日撮影していた動画で、東京都知事の小池さんへのメッセージということで、まあ、もう公開はしてるんですけども、その動画、全身も力が入らない、だから、こちらの方としても、すでに解決策っていうものがないんですよ。それで、佳子さま、結婚話もそうなんですけども、これ、結婚話の件も解決しようとして調停に上げたら連れて行かれます？どう思います？皆さん。もうこんな状況を僕からの解決はこれ不可能でしょうから、多分弁護士さんでいろいろ裁判たけてる人たちからしたら、あと、警察官の方でね、警察官が警察官を捕まえてるっていう話は本当の話で、これ結構あるんですよ。皆さん、ちょっとそういう人たち、捕まった人たちと、捕まえた人たちで上からどういうふうな内容で言われて捕まえたっていうところ、開示する内容で物事を進めた方がいいと思いますね。一法律だけじゃないですから。その機密機密と言って、その機密を破ったからどうだって言って、その機密の内容を、その破ったが、破ることによって多くの人を助けた場合、そちらの内容の方が多分上回りますから、裁判の判例で言うと。それがなかったら、組織の中で誰が間違えていたか、で、その人間も指示を出しては見たものの、こう聞いていたっていうことは、これは世の中結構あるんですよ。だから物事一から、まず客観的に、僕を精神病院に連れて行った人たちなど、昔から僕と関わっていた人たちで、その警察官として働きに来てる人だけじゃなくて、他にも、その後僕に、強制わいせつしてきた人間も、ナルトルネッサンスリゾートホテルの、レストラン、アリーさんっていう人が店長をしていた時の、その人は警察官だったみたいなんですけども、そこの現場に一緒に働きに来てたんですよ。で、僕らじゃ面識ないんですよ。そいつずっとストーカー行為してるんですよ。だから病院の、看護師にまでなって、両顎を殴られて、神戸大学附属病院に、搬送されて、両顎骨折です。歯茎も3分の1から3分の2ほど消滅していて、唾液混じりの血だまりが3つぐらいでき上がっ、現場ではできてたんですけども、その救急車が来るまで1時間ほどかかってるんですね。有馬警察署のすぐ横ですよ。だけども、通報してくれる人が誰か通りがかって、その人の善意で通報してくれなかったら、あれも警察の人たちもすぐ横でそんなことが起きてるっていうことはわからない。世の中の実態ってそんなものですから、あの時なぜこいつが働きに来てたんだろうっていうところで、物事を、順序ちゃんと辿っていった方がいいと思いますね。誰が騙されていたのかっていうところと、誰がなぜそんな情報を流していたのかっていうところ、それをしっかりと調べた方がいいっていう部分。こちらの方で分かってるところは、ついつい申し上げますが、ちょっとね、気力的にも私の方から、今のところ、裁判をしようという気はちょっと危ないんじゃないかなという状況ですね。だから、
わからないですよ。もう芸能人の人たち、誰が結婚してて、いて、誰が結婚していないのか、本当に離婚したのか、離婚していないのか、ウィキペディアの情報があれだけ、もう、むちゃくちゃな内容だったら、そもそも、なんか、もともとの判例か何かでテレビ局に変な判例与えてます。そのテレビの放送自体の内容だって、その随分前から放送してる同じ内容のものを何回も何回も放送してるじゃないですか。で、まあ別の動画で指摘してますけども、新潟の地震2006年と8年、2回震度6が発生してますけども、その2006年の件を2008年に発生したかのように放送しました。じゃあ熊本の大地震も2回発生してたことになってましたけど、本当は1回でした。テレビでそれしてしまうと、情報間違ってしまうと、記録もそういう記録で、メディア、つまり媒体の方に記録されてますから。で、あと、まあ、音声は消えてますけども、昔もその人の映像を見たことあるんですけども、医者の人でね、字幕のに書いてる内容を見たときに、それだったら裏だっていうことを言ってる人はいるんですけども、裏表の前に、もともとこの世の中はめちゃくちゃだったっていうことを前提として物事を分かっているのかどうかなんですよね。で、本当のことだけで話をしていても、情報が、伝え方とかが、一部分省かれたりしただけで、物事がだいぶ変わってしまうと。で、多くの情報が積み上がった時に、多くの人は、その内容を、精査しようという気すら、失ってしまうと。そんな時間ないっていうことで。今のところ、河川水門外壁地下水流、それとトンネル発電に関しても、鎌川発電に関しても、僕の方からのできることっていうものは、まあ、現段階で、まあ、ほぼ終了ですね。で、あとは、だからもともと国会議員の方たちが動いてどうにかする内容、まあ、各都道府県知事、市長もそうですけども、まあ、佳子さまや皇室の方たちへのもう部分も付け加えているのは、こちらの状況をしっかりとお伝えしておくこと、まあ、それも念頭というか、まあ、今回の物事の、根本的な部分としてお伝えしているのでありまして、その結婚問題に関しても、どうしたらいいんでしょうかと。もうこの世の中、何から直していけばいいのかっていうところ、本当の話だけにしなかったウィキペディアもそうなんですけども、嘘を言いっぱなしにして、ね、実は本当はこうでしたの放送してくれなかったら、まあ、ある程度、例えば地震関係に関して、今年放送された2024年1月1日の16時過ぎに発生したとされる地震に関しては、最初は震度7として速報されたんですね。で、その後震度6強ということに訂正されてるんですけども、もともとそういうことは多々あるんですよ。そのコンピューターが、瞬間的に出してきた数字だと思うんですよ。その後、人間がいろいろと計測し直していろいろ調べて、それでこれぐらいなんじゃないかというところで、大まかな数字で震度6強であるという発表をしてるんですね。震度1から震度2に上がるだけで、かける32なんですよ、力の係数が。だから2から3に上げると、かける30、32かける32、厳密に言うと31.6なんですけども、まあもう大体32でいいです。あんまり細かい数字入れ始めたら、もう数字がややこしくなりますので、だからまあ震度1と比べたら震度3は100倍のエネルギーなんですね。で、だから震度7っていうものはまずありえないで、
ここ近日放送されたんですけども、四国の愛媛県と高知県の間ぐらいのところで震度6の地震が発生したとされてるんですが、あの放送も最初マグニチュード6点いくつで、発生した場所は地下 50km のところという表記だったんですよ。もうそれだったら震度6はありえません。マグニチュード6点いくらで。で、その後、地下、30何キロメートルという放送もありましたし、発生が。で、そもそもで行くと、震度、いや、まあ、地下のだから、50キロなのか30キロなのかで、全然話変わってきますから、地震が発生してる。だからまあ、一斉崩落という表現の方がいいでしょうね。空洞が広がっていて、だからまあ、空洞のところにこうガタンと、地面が陥没して、その大きな衝撃によって揺れてるっていう状況が基本的に地震です。まあ火山とかもありますけども、同じようなものですよ。で、その放送も、震度5ぐらいだったらそのあたりでの発生の放送は今まで多々あったので、まだ何か昔の地震の放送しました。それとも本当に発生していました。ただもうマグニチュード6点いくらぐらいだったら、それ震源地が地表とかじゃなかったら震度6にはならないですよ。もともとマグニチュードが7点いくらとか、8点いくらとかで、地下、まあ15キロとか20キロとか、そういったところで、地震が発生、まあ、一斉崩落、ガラガラガラって落ちてるんじゃなくて、もう、バンとこう大きく、地面がこう落ちてると。それが地面の中に入り込んで、隆起してる。上に上がってきてる。土の層とかそういったところが、その下は岩盤層。まあそういうふうな状況なんですけども、だから海水のその海岸近くは隆起してるから、地面が上がってきたのは地面の底に入り込んでしまってるんですよ。地面の底のところに空洞が出来上がってるところに、その入り込むから、空洞のところにこう地面が滑り込んでいくから、入り込んだ分圧力で上がってるんですね。その時のものすごい重量のその岩盤地帯が入り込んで、もう面積にして、何十キロという範囲ですから、もしかしたら100、円とかで見ると、こうね、能登半島全体、もうどれぐらいの範囲でこう入り込んでるかわからないですから、正直。まあ、それで地面が隆起しているっていう状態で、僕もだいぶその精神的に参っているっていうのはもう事実ですね。で、現実、そういったことを全然把握してない人間ほど、まあ、お気楽になってる。ただ、その流れ、惰性で生きている。だからまあそこで変えなきゃならない部分もあるんでしょうけども、あとはそうですね、フミート様、秋篠宮家のフミート様が穴水町へ行かれたという内容のものを、昨日動画で見ていました。で、2024年に放送されてます。まあ、その前に、淡井圭介です。2024年に放送されてますって言ったら、会うっておっしゃられてるんですけども、動画で、ね、2023年に、能登半島で、金沢市で、震度5強の地震が発生していった動画が出てきてるんですよね。で、それ、一番最初に見たの昨年でしたっけ？もっと前でしたっけ？
ただ文人様が現場行かれてる時の様子とか、そのお顔とかを見る限り、まあ、徳仁様もそうですけども、ここ近年ではあると、それは思うんですけども、そのテレビのニュースって、そう、戦争のフェイクニュースとかも昔の映像を混ざるじゃないですか。で、混ぜ込んできて意図的に放送してるじゃないですか。たまにこう考えていて、もしかしてその津波のところの映像とかも東日本大震災のものを混ぜてるのかなと、その、まあ、別のところで、ちょっと検索ワードがわからないんですけども、横文字だったので、海外の人たちで作ってるその動画に関して見たんですけども、まあその、日本では、そこまでのものはなかなか放送しないという、まあ、ちょっと、ここまでのはちょっと見られへんわっていうような、その内容のもの、まあ、一応日本でもそれは放送はされてはいたんですけども、まずなかなかその内容っていうものは再びテレビで放送されるっていうことはまずないような、内容のものですね。ただ、その内容ってだいぶ前にも見たことあると思うんですよ。去年とかじゃなくて。だから、文人様、その会うっておっしゃられた文人様の年齢を見る、そのお顔とその現在の年齢を考慮する限り、ここ近年であることは間違いないとは思うんですけども、それが昨年だったのかどうか、一応その穴水町ということでご紹介されてましたので、どうなんでしょう、その、石川県自体が地震何回も発生してたんでしょうか。もう僕もわからないです。もうテレビの放送の仕方が、あの放送の仕方だったら。一応、阪神・淡路大震災の時も、その余震っていうものは、何度も何度も続いてましたから、地震が発生した直後に、その後、すぐ、何十分後とかに、震度3とか4とか、それぐらいのものが、発生してましたので、だからずれた分、またそこで空洞ができるわけじゃないですか。だからよそでまた地震が発生するみたいな形ですね。まあ、その、まあ、テレビのニュースも昨日見てた内容とかも、その前の内容とかも見たことあるような内容のものばっかりで、結局変なものが広がったのは、非課税の枠が増えた、しかも期限がなくなってる新 NISA。もう最悪なパターンですね。後の世代の人たちの資源を早く食い潰すためのものにしか僕の目には映らないです。自然再生可能エネルギー用の投資として、それなら新 NISA として投資してください、お金がないのでということならわかるんですよ。だけども何でも、その、どんな株でも、その、新 NISA の枠で買えるんだったとするのであれば、まあ、それはただただ、その、消費を加速させるだけのもので、あの新 NISA も昔ありませんでしたっけ？同じことを繰り返しますよね。その誰か、富裕層の方じゃなかったら、その、なかなか株買う方なんかいらっしゃらないと思うんです。その、まず家のローンが先だとか、年金2000万かけてなかったら、60歳から支給なのか、65歳からの支給なのか分かりませんけども、1月あたり15万円まで届かない。だから、それを考えると、とほとんどの人は、まず、NISA を使用して株買うかっていうと、まずいらっしゃらない。まず家のローンの方が先だっていう。まあ、それで、その、株価が、まあ、大量にお金が流れ込んできたものですから、株価が上がっていったと。それが現在の状況で、それ、昔もあった
現象ですよね。だからその同じことを何度も何度も繰り返そうとする連中、それなぜなんでしょうね。いや、まあ工事関係に関しても、うん、岡場駅前のバスロータリーのところ、まあ別の動画でそのホームページ阿波圭介の力の、1番の方から、4月19日から、アクセスできるようにしてる内容のもの、それ見ていただいたら分かると思うんですけども、まあ2本ちょっとの動画なので、あの工事何回もしてるんですよ。もともとバス、まあその動画見てもらったら、まあ説明してるので、まあ二度手間になるので説明は省いておきますね。何度も同じ工事、してますね。だから工事してる当事者の人たちも同じ人たちだと思います。あの顔見たことあるわって分かりましたから。もう世の中の現状こういう状態です。まあ僕にできることといえば、自分の分かることの範囲内で真実を説明する、そしてこちらの状況をしっかりと伝える、まあそのフミト様が会うとおっしゃられていたのが今年、まあその1月1日にやっぱり発生してしまった方なんでしょうか、能登半島の地震。何かあの映像見たことあるような気がするんですよ。まあ僕の方としてもその、まあこういう状況ですね。訴訟しようとしても、訴訟費用を云々じゃなくて、精神病院に入院させるという方法を使用してくる。使用していた人間がいた。で、これは、これはね、警察官の人たちにもご理解してほしいんですけども、窓開けてみなかったら、外でこうガヤ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 こう言ってる時に、それ窓開けてみたら、あ、警察官だったっていうこともあるんですよ。だから僕からしたら、いや、だからね、これ警察官の人も、まあ、危ないかも、家の中入っときとか、あんまりもう外出ない方がいいとか、まあそういうふうに、まあ普通のアドバイスじゃないですか。で、まあ状況によってはこちらとしても、その証拠を抑えるためにこう、撮影して、まあもちろんこれはもう警察官の方が許可もらってますし、裁判所裁判官もそういうことはお任せしますって言ってます。で、あと、もう何十年前から本当は電話かけるふりして、まあ、昔のその2003年に春山聖骨院解体されてるわけですから、同じような状況はもっと昔にあったんですよ。で、神戸市立ホテルフルーツラパークでしたから、そこの弁護士さん、イコール、まあ、神戸市議会の人。で、その人たちの方で、神戸地裁で、その、春山聖骨院の方を何とかしてもらったのか、県議会の方だったのか、まあ、井戸さんとかも、結局、会って話とかしたりしてた方ですから、兵庫県知事その後なられた。国会議員の方たちとかともらってますし、直接自分で裁判したわけじゃないんですよ。それはもう、その辺でしょ、絶対無理ですよね。法政大学出ていたとしても、すぐには無理なんじゃないですか。司法修習生になったばっかりの人で。だからね、その、まあ、現状をお伝えしました。だからもう、けど、まあ、さっきの電波だったら、コンコン、来ないっていうことをおっしゃってくれた電波の声、まあ、その人の声は、私って言ってきた声がするんですけども、もう、あの時、昨年の皇居行った時の話でして、もういいと思うんですよ、その警察官の方へ。まあ、4名も、警察官、いらっしゃったわけですから、どうでしたっけ？ 4 名以上いらっしゃいましたっけ？その中の1名の方のその声で、そのコンピューターが言ってきてるんですけども、これね、あとはもう報道関係の人で言うと、まあ、この間の報道ステーションの小木さんもそうなんですけども、多分コンピューターに多分言われてますね。もう僕、
ほとんどもう何も考えていない状態で、少々もうニュースウォッチ9とか、この間、食事しながら台所で座って、襖の戸を開けて、まあちょっと、もうほとんどニュースの内容は聞こえる程度で、ちょこちょここう映像を見ながら、目線外した時に、ニュースで多分喋ってない内容だと思われる内容とか、聞かしてきたりしてることとかもあるんですよ。だからそれがどういう機能なのかはよくわからない。で、まあ多分、コンピューターが言ってきてるんじゃないかなっていう内容の声。検察庁機能の方だと思うんですよ。もしかしたら裁判官の方ですかね。裁判官の方たちはそれ深くご存知じゃないですか。どちらかというと、原告の人が聞かされないように多分黒い服着られてるんですよね。いや、だから、その原告の人の、どれだけイライラさせられたかっていう内容を聞かされてますから、法廷のところで、僕は原告で、裁判官の方が、あなたたちはもういい加減その人から離れなさいっていうことで、ものすごい大きな声で、怒号を、法廷で、まあ、怒鳴ってくださってまして、僕に対して、絡んできてる連中とか、いろいろ言ってる連中に対して、だから、ちょっと待ってくださいね。今話の内容。まあ、今回、まあ、こちらの状況、そういう状況であると、その動画の内容とか見ていただいたら、ちょっと長いですけども、まあ、全体的な状況とかは理解できると思います。文人様とか、成人様で昔のことを覚えていらっしゃったり、こう思い出したりとかで、あ、本当にそうだったっていうことあると思うんですけども、まあ、佳子様や眞子様はさすがに2000年、2003年とか、その前の頃にどういうふうなことがあったかっていうことまではわからないと思うんですね。判断難しいですね。証拠を世間に開示した後だったら裁判始めれるのか、その送達に関しても、去年の送達に関しては一応家には届くようにはなりましたけども、令和3年の時の春山整骨院相手限定だけの訴訟に関しては、送達し、裁判所の人は多分発行してると思うんですよ。それポストの中とかも、僕その頃、だいぶ盗まれてるし、もうポストの次は家の中。これ訴えたらどうなると思います？その送達した書類とか、盗まれるんですか？仮出向の証書まで盗まれてるし、パソコンのパスワードとか記載してる内容のものまで、そのノートも盗まれてる、いますし、いや、この状況、ちょっとやそっとでは対応できるような状況ではないですね。数と組織、もちろん行政の人たちが対応に動いてくれなかった。これも無理ですね。で、僕の扱いどうなってますか？僕としては、だからもともと、春山整骨院関係者が悪いことをしていたっていう状況があって、その2003年に建物が解体されてるわけじゃないですか。で、その後再オープンした時なんて、ひどい時は、0時00になっても、まだ車が乗りつけてくる。で、いろんな人間が出入りしてる。今でこそだいぶ減りましたけども、改造マフラーの人間は多かったですね。車両の比較で、警察官の方で、まあ、どっからどこまで、許す、許さないのところの線引きをされてる人たちで、もう改造してるだけで、改造マフラーつけてるだけで本当はアウトだからっていう人と、そうじゃない人と、まあ、いろいろ意見分かれると思うんですけども。まあ、とにもかくにも今の状況はこういう状況です。だ、まあ、
やっぱり書類買いに行ってみなかったら、その出廷させないために精神病院に入院させていたっていうことがはっきりと分かったっていう状況ですから、で、まあもうこの方向性だと、エネルギーの残存量問題もこれ解決できないですね。社会のあり方自体がどうなってるのかな、どうしたらいいでしょうね、その。その法律に長けてる方とかどう思われますか？まあ、僕のことをよく詳しく知ってる方でですよ。まあ、僕はどんな目に今までやっていたかっていうことを詳しく知ってる方。まあ前電話かけた、その仮執行の件に関しても、前電話かけた時に、皇后警察として皇居の前に来ていた、貴公の前に来ていた方たちの警察官の中のうちの1名の方は、有馬警察署に通報した時に電話出てこられた方ですよね。その方が、宮内庁の人たちとか、国会議員の人たちか、文仁様か、誰かに言われて、有馬警察署に来ていたか、もしかしたら電話を転送されてます。もう僕もその辺もう全然わからないです、本当に。電話していて、喋ってる音声が違う人の音声に変わってる時がたまにありますね。有馬警察署の別の人が、こう途中で電話、取り次ぎ先が変わっていたりだとかで、その時も一人一人名前名乗っていただいたら状況を分かるんですけども、名前名乗っていただかないままこう電話違う人が、今変わってるなっていう時はあるんですよ。そういう時、いやもうこれね、正直コンピューターの方かのどうかながあるんですよ。いや、だから、皇居の方に電話かけた時の状況も YouTube にアップロードしますけども、人間が即座に、そういうふうに対応してるわけではない。喋ってた一部の文言がなくなってる。で、それは有馬警察署に電話かけた時もそうですし、だからそのコンピューターの AI の作動がそういうふうに勝手になってるとしたら、警察官の人だってお手上げでしょうし、僕だってお手上げになっちゃうんですよ。特別その警察官の人を悪く言ってるような内容でもないですし、その宮内庁の方に電話かけた時も、特別変なこと何も言ってないですよ。自分の名前名乗った瞬間も、プチってもう電話切れましたから、どういう扱いになってるのかのところで、ただ他にも、ただし他にも電話出られた時の方が相当なご老体の女性の方だなっていうのは分かりました。70歳は超えてらっしゃいますよね。なんとなくその喋ってる声での認識なんですけども、相当なご老体の方が電話に出られているんじゃないかと。となると、その辺の話とかも、昔も聞いたことありますね。これ以上話すとまた会話が長くなってしまいますので、こちらの状況はこういう状況ですね。もう動くに動けない、このままだったらもうどうしようもないですね。その結婚問題の方も、エネルギーの残存量問題の方も、両方もどちらともですね。だからもう先なの。電波のその、皇居の前に出てこられていた警察官の人、その人のその電波の声、コンピューターがその人の音声を勝手に使用してるだけだと思うんですけども、来えへんっていう、来ないっていう、その、来ないでしたね。来ないっていう。だから、もう君別に今連れて行かれないから、その、
訴訟したらの方なのか、いやけどそれで訴えてね、連れて行かれたら、もう嫌とかそういう事件じゃないですから。もうただひたすら、ひたすら、その、もうむちゃくちゃなむごい話。まあ、どれぐらいの方がそれをご理解していらっしゃるのかっていうところ、まあ、もうエネルギーの残存問題なんで、もう警察官の方、ほとんどの人は理解しないですね。電話かけた時に、この間、平田っていう人に言ったんですけども、その平田っていう人も、秀和株式会社のスマ店で2001年から2002年、働いていた可能性があるんですよ。で、その時の名前が谷口と名乗っていた可能性があって、2002年サンパレス六甲で働きに行った時に、アコールハイゼンという人材派遣会社から、その時は山口博之さん、佳子様が馬術のことを、公務で、行かれた時に横座ってた人ですね。サンパレス六甲に勤務しに行った時の、そのサンパレス六甲のその社員の人、まあ関西、会社の名前が関西新生活互助会という、株式会社関西新生活互助会という名前が正式名称だったと思うんですけども、その当時。今もそうだとは思うんですけど、まあまあよくわかりません。今はどうも、あれが何十年も経過してますので。まあその時の、主任だった人が谷口と名乗ってたんですけども、平田というものや、その秀和株式会社で働いていた人ではありませんで、ここ2年以内だったと思うんですけども、出張所の方、岡場駅の近くの、北区役所出張所の、たまに弁護士相談の窓口とか、無料相談があるんですよ。で、そこで、まあ、生活保護係の、その当時は、門脇さんっていう人ですね。その人は、一回弁護士さんに相談してみたら無料で聞けるしっていうことで、で、君にぴったりの人がいるわっていうことだったんですけども、その時ね、そのサンパレス六甲で働いていた時とはちょっと違う顔になった、多分谷口さんじゃないかなと。ただし、金髪に染めてる弁護士さん。で、元々の順序で行くと、その人に元々僕、多分話してますね。で、そのサンパレス六甲僕は働きに行く中で、その人が谷口という名前で、先ほどの続きです。録画容量がなくなったので、急に撮影が中断しました。一応、時刻と日付、出しておきますね。4月19日17時14分。先ほど、まあ、スマートフォンの容量を開けるために、パソコンに、データを転送してたところですので、まあ、ちょっと時間が経過してるんですけども、先ほどの続きなんですが、その谷口さんっていう人は、もともと弁護士さんで、弁護士さんの時の名前が本名なのか、どうなのか、まあ、以前も別の動画でこの話したと思うんですけども、小学生の時、答案用紙に書くときに難しい名前なんか書けないから、最初はみんな簡単な名前っていう話を聞いたことあるんですよ。だから、裁判官の判決があれば、名前を改名したりできる例があるとは聞きました。これは警察官の人からなんですけども、警察署の人としか言えないですね。その楽天の三木谷さんそっくりな人はもうまず間違いないなと、もうマスクしていて、楽天のオーナーとされている三木谷さんと呼ばれている人が今警察署で見かけましたから、茶色のジャージの方ですね。だから、それ思い出して聞きに行ったんですよ。買い物行ってる途中で思い出して、あれ、先の窓口にいた人、あの人、近くに座っていた楽天の三木谷さんやんって思いまして、で、買い物行って、帰りにちょっとやっぱり聞きに行こうと思って、すいません、先ほどのあわいですけども、三木谷さんですよねって言ったら、違いますってこう、笑顔で、今一応、返答してる状態で、
もう目元見たらもう、あと、声も似てたと思うんですよ。あとは、そのフミート様や佳子様に、まあ、報告、どちらかというと、報告、まあ、眞子様とかも知ってもらった方がいいですね。僕は昨年12月28日に皇居の方へ行って、佳子様に会わせてくださいっていうことを言いに行った時に、その逮捕された4名のうちのその1名の人の、その有馬警察署に電話かけた時に、多分その人だと思うんですよ。で、その人が、その仮執行の勝訴の判決、盗まれましたの件で、いや、もう一回裁判所に買いに行こうと思ってます。で、もう、家のもうこういう状況ですからって、まあ、画像、撮影して、で、自分のホームページにも貼り付けておいてというふうにもしようと思ってますって言ったら、もう本当にその方がええわっていうような形で、本当にとは言ってはいないんですけども、こういう言い方ですね、もうそうした方がええわよって、もう絶対人にお金なんか貸したらあかんでっていうようなことをおっしゃってたんですが、まあ、もともともだから暴力団の名前とか出されてですね、だからテレビの放送の仕方として、もう架空の暴力団とかでも絶対放送しちゃダメですよ。もうその、報道が嘘を言ってるなんて思わないって普通の人間は思ってしまいますから、最初はみんなそこからスタートじゃないですか。で、報道番組があんなに嘘をたくさん放送していたっていうこと、例えば、工藤会として放送されてた人たちって、実は野村証券の社長の人だったでしょう、会長ですかね。野村証券の会長として放送されてた時のパターンと、工藤会として放送されてた時のパターンと、2種類ありますね。一応私の動画から、閲覧できるようにはなってはいるんですけども、これね、佳子様の動画の方で、誕生日の時の動画だと思うんですけども、アクセス先が、そこを、誰かが、変えていたらもうお手上げなんですけども、違うところにアクセスされているか、まあけど動画の内容をその作り手の方で変えているか、そうなってくるとテレビ局ですよね。で、まあ、ちょっと話戻しますけども、皇居のその既婚門の前にいらっしゃった2023年の12月28日のその警察官の方で、その有馬警察署に電話をかけた時に、その仮執行の、その貼り付けといた方がいいわって言ってくれてた音声も、それも録音してた、通話終わった後保存しますかどうかあるじゃないですか。で、保存するじゃないですか。で、後から再生して聞いたら、その部分なくなってるんですよ。いや、もうこんな世の中無理ありますね。警察官の方も正しい判断だと思います。だって、法的に公示じゃないですか。で、こういうふうな状況を考えた時にね、自分のものだし、それはもうね、公示しておくべきものだし、大体、まあ、僕のホームページ自体見てる人ってあんまりいないんですよ。本当に多い時で80人超えとかで、1日。で、あの行の多さじゃないですか。欄の数が。だから、コンピューターの判断の部分で、だからそれって、だからその警察官の人が判断してるわけじゃないし、もうもはや人間がその内容を判定してるわけじゃないんですよ、きっと。だって、保存してるのは僕の端末の方のスマートフォンのはずなのに、その音声なくなってますから、すぐに喋ってる内容をコンピューターが精査して、内容を消してるんでしょうけども、それが正しいかのどうかをコンピューター全くできてないんです。
だってその内容だったら悪者寄りじゃないですか。コンピューターがですよ。まあまあこういうふうな事例ということでも、まあまあこう、まあ、フミート様とか、まあ、加工様とか、まあ、今後の人生にも役立つかもしれませんし、あとは、まあ、こちらからしたらいつも通りの SOS ですね。で、あと、まあ、河川水門外水玉発電とかもありますけど、まあ、国会議員の、うん、まあ、その方向は国会議員の方たちでなんとかできるはずだったんですけども、やっぱりなんか、怨恨みたいな形になってしまいます、自民党の方たちで。その河合案里さんの件で。あ、僕は言われてたのは、その、河合案里さんが来られたの2015年かそれぐらいだったと思うんですよ。それぐらいでしたよね。あの法務大臣が河合さんだった時で、河合さんももともと僕と会ってから政治家になられてるじゃないですか。で、その、1998年ぐらいのフルーツサラパークで、河合、ドアをガチャって開けた時に河合案里さんがおっしゃったのは、いやまあ、その法務大臣の河合克行さんでしたっけ、フルネーム、その奥さんも国会議員の方っていうのは知りませんでしたから、国会議員って名乗られて、まあこっちもびっくりしたんですけども、その時僕はテレビ局の人たちといろいろ相談したりだとか、うん、多分弁護士さんとかもだったと思うんですけども、あのね、その情報伝達がみんなうまくいって言ってないんですよ。こちらが聞いてたのは本当にもう早く先に結婚だっていうことで言ってくれてたし、向こうとしてもこれだから誰がどこまでどうなってるのか僕もよくわからないんですけども、その結婚は止まっ、まあ少なくとも絶対僕の結婚は止まってるわけだったわけじゃないですか、今までそういうふうな件があった中で。で、うん、だからまあ河合案里さんからしたら、そのエネルギーの残存問題早く解決しなきゃなんないの方で、あのこちらは仕事できたんですけどもだったんですよ。で、いや僕の方は先に結婚って言われてますけど、で話噛み合わなくて、それでまあ河合案里さん帰っちゃっていったんですけども、多分そこであの連絡先、多分最初みんな電話番号とか、その名前と住所電話番号を開示して、で連絡先の電話番号とか開示して、そこからこう他の人とかの相談とかをしたりとかで、多分あ分かりました、分かりました、こういうことだったんですね、で連絡つくような形になってたと思うんですよ。だからこれはその別に、無所属の方であろうと、だから維新の会の方であろうと、立憲民主党の方であろうと、多分ね、みんなその意思疎通とか連絡手段とかをまずしっかり整えなかったらどうしようもないんじゃないかなと思うんです。で、僕の件これどうしたらいいんでしょう。もうただひたすら私の方はお手上げですね。下手に動いても消耗するだけ、最悪精神病院に入れられるじゃ、まあ、まあけどさっきの電波の世界、どこからどこまで信じたらいいんですかね。いやこれだから誰か担当の人、それも生活安全課の淡井圭介の担当につく人かね、その警察のかなり上の方の人が担当につかなかったらこれ無理でしょう。勝手に動いちゃいますから、他の人たちが。まあその、まあ、身勝手っていう言い方の方がいいかもしれないですね。その状況、今までの状況はどうなってったかっていうところ、ちゃんと1から10までもう僕の場合1からもう1000ぐらいだと思いますけども、全部整理整頓して、エネルギーの残存量問題がもう何から何まで、でそれで対応しなかったら裁判所でめちゃくちゃな要求とかをする気もないんですか。
けども、まあ春山整骨院の件の時は以前その慰謝料に関してはまあ300万円ぐらいのもので出したんですけども、今日十何年間あれだけされたらそれぐらいですよね。1日1件とか2件とかじゃないんすよ、何十件。もうあの何年も前からさすがに春山整骨院にその、ま、たまにまだいますね、まあもう一般人として来てた人間で大量に、まあ特にあの男複数とか、まああのまあまあ老人とか、そのまあ老婆とかも含めてなんですけども、その絡んでくる人たち多数、あんな状況生活できないですよ。家の外からもうずっとごちゃ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 喧嘩売るようなこと言ってこられる。またそれはまたあの結婚話の件とかで、あの何か最初の方はね、僕が悪いことをしたかのようなデマが出回っていて、で話をきちっと最初から最後まで聞いていけばね、それは僕が追い払おうとしたりするのも大きな声で、それ言わなかったら聞こえないんだから、車の音してるんだから、そのそいつらがね、その絡んできてる連中が大きな声で自分たちで喋ってるんだから、ある程度それを上回る大きな声で言わなかったら聞こえるわけがないじゃないですか、物理的に。そうせざるを得ないですし、いやまあそのこれね、人によってその時のケースによっていろいろパターン違うんですよ。そのあのあれそのまあ人によってはね、まあその時は女性警察官で名前はちょっと聞いてはいないんですけども、まあ、あいつも遠慮しないで110番とかしてくれたらいいですからねとか言ってはくれてるんですけども、その有馬警察署にその何回もあの助けを求める、その追っ払ってくださいの方で電話かけた時に、本当に俺らが行かなあかんぐらいの内容とかは昔結構あったんですよ。じゃあこちらからしたらっていうところなんですよ。でまあ一応これはあのいろんな人間がみんな当てはまるんですけども、とりあえずね、あのスマートフォンとかで撮影とかを始めると喧嘩売ってこなくなるんですよ。特別映さなくても。だからまあ昨日の帰りとか、あの老人男性6名がもう100メートルぐらい離れてるところからもう大きな声ギャ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 言ってたから、やばい、相手たくさんおるって、あのその絡んでこられたらどうしようって、もうあの位置交差点のところだった、だからもう近距離で すれ違ったりとかって、もうこっちからしたらめちゃくちゃ怖いんですよ、相手6人とかだったら。まあまああの老人男性6名だったんですけど、まあその人たち何回もそれ多分してますね、そのあたりで。ただ老人男性でも腕太いていますよ、体鍛えてるか鍛えてないかだから。ただそこでね、あのもうスマートフォンで撮影のところのボタンを押しといて、もうポケットの中に入れて、で歩いていってたら、もう向こうの方から遠ざかっていって、ギャギャ言わなくなるんですよ、大きな声で騒がなくなって。これは結構、良い対処法としていいんじゃないですか、その方が。一応まあもうその人たちのことは何回もあのそういうように昔はあの絡まれていたなっていうことを思い出したから、ああその時のあの複数の人間だって思い出したから、一応まあ後ろ姿もう全然姿なんか見えないんですよ。まあ一応撮影して、まあどういうふうにどうその後行動してるのかなっていうところを一応撮影してるんですけども、まあその後バーに入っていきましたね。なんかその前は酒が入っているからしょうがないだろう、なんだろうっていうようなことを言ってましたね。でもなんかもうこっちからしたらもう勘弁してくれよみたいな気持ちですね、正直。もう6対1って。いやなんか、まあ一応、そういうケースが
まだたくさんありますから、だからまあ警察官の人からしたら、その本当に俺らが行かなあかんほどの状況っていうことをおっしゃられる方たちの気持ちも、それも分かるとは言えば分かるんですよ。だからしょっちゅうしょっちゅう複数の人間で絡んでくる人間っていうのは、まず現れますから、だから、あとそれと、有馬警察署の人たちの動き方として、僕が遊んでない時に、有馬警察署の人たちとかは、僕は買い物行ったりした時に出動したりしてくれてるんですけども、僕の近くまで。ただ、遊んでない時は絡まれることあんまりないんですよ。遊んでない時に絡んでくる人間は完全に待ち伏せして、絶対絡みに来るっていう形で待ち伏せしている連中ですね。で、基本的に、例えば YouTube とかでも動画とかを見て、で、ただまあ僕の今までの様々な人との関わり合い、云々とかを考えると、娯楽関係だったとしても、そこまでその娯楽かっていうとそうでもないですし、だからそういうのを見た時に、絡んでくる連中とかいるんですね。で、春山整骨院に集まってきたりだとか、まあ、すぐこの近辺に潜んでる人間だから、車で乗りつけるそのスピードが速すぎる動画を見てから、だいたい5分以内に複数の車がすぐ集まってくる。電波の仕組みでどんな設定をしているのか、遊んだからお前が悪いみたいな形になってる連中がいるのか、存在するのか、動き方を見る限り。で、そういう動画を見た時こそ、パトカー出してほしいんですよ。そういう時の方が、絡んできてる連中が多いので。昨日も、まあ、一瞬、もう自動で YouTube ってこう画面動きながら、その音声が自然と出てくる時あるじゃないですか、そこを選んでなくても。だからそういう時もあるし、海外の映画関係とか、だから僕と関わってた人たちとかも結構いましたから、特別心の声とかを届けようとしてなくても、その音声、こう音声とか頭の中で考えてないは伝わっていたりだとか、それがありますから、ハリウッドの人たちとかも。だから、そこまで、まあ、笑ってしまうときは笑ってしまいますけども、娯楽というわけで、娯楽を見ているわけでもないのに、やっぱり、それ理由なんですかね。なんかもうからかいに来るような連中とかがすぐ現れる。まあ、ただそれもこの間その内容を有馬警察署に通報して相談して言って、で、まあ数は減りましたけども、昔と比べて、まあ今まで何回も通報してきたっていうのもあって。ただやっぱり、どちらかというと、娯楽関係とかを見たとき、テレビもそうなんですよ。これ、テレビ、例えば報道番組とかを見ようとしていたとしても、前、チャンネルを、例えばね、ニュースウォッチ9、21時からのもの、NHK の1チャンネル。前の日、例えば報道ステーションを見ていたとして、最後終わったとき、電源消すときって、6チャンネルじゃないですか、関西では。関東と関西、チャンネル違うんですよ。関東だったら10だったような気がするんですけども、まあ、その話は置いとくとして、だから、最初電源つけた時に、報道を見るつもりだったとしても、バラエティが最初流れたりするんですね、ドラマだったり。だから、いちいち入力出力のコンセントを抜いて、で、テレビの電源を入れて、位置に合わせといてという、こういう作業をもう僕10年以上しています。で、まあやっぱり面倒くさくなったりとか、あ、しまったっていう時があって、別にそれ僕の失敗でも何でもないんですよ。普通にテレビの電源入れてるだけですから、むしろその娯楽関係のチャンネルをつけたり、YouTube もそうなんですけども、だから、これ一体どっからどこまで
そのインターネット上の検索とかはその辺はどうなんでしょうね。そういうのでも現れたりするんですかね、画像云々程度でも。けどそれもある程度チェックしなかったら、いやだから芸能界関係の人間で、その刑法の175条に当てはまるような内容のものっていうものを、出してるわけじゃないですか。で、その辺のところ、年齢制限だの何だのっていう話も、どこからどこまで本当かどうかわからない。で、もともとはそうじゃなかったはずじゃないですか。いや、だからその最終的なところをエスカレートしていくっていう話を考えたら、もうその175条のところで、その、まあ、軽犯罪法とかもありますけども、その辺のところでもストップさせなかったら、もうきりなくなってくるじゃないですか。だから、ある程度、別に僕も調べたくもないんですよ、時間、そのことで使いたくないし。だけども、ある程度、例えば、サッカーグループだとか、なんとかグループとかで、そういうのを、過度の露出をしてる僕からしたら、もう下着以上アウトなんですよ。だって、一般の世界で、その辺で下着なんか見せたらダメじゃないですか。捕まるわけじゃないですか。それを売ってお金に変えてるんだから、そこから先、次々、その延長線上で、どういうことをしていくかっていうのは、もう分かりきってる話であって、なんか今言ってるのは、そういうやつかなっていうとこ調べてなかったら、あいつ絡んできたやつで、そのエロの写真集出したやつだとか、あらかじめ分かんないじゃないですか。で、これ分からないまま、例えば、礼儀正しくて、で、そんな人だとは思わなかったっていうケース。何数たくさんテレビ出られたらもうお手上げですね。もう何年ものその、サガグループだけでもものすごい数がいるわけじゃないですか。1期生だの、2期生だの、3期生だのって、次から次へとメンバーが入れ替わっていくから、欅坂、桜坂、ひむかい坂、あとは、他にもなんとか坂ってありましたよね。乃木坂。あと、AKB だとか、ああいうふうなところの出た人たち全員どういう人間か、そういう写真集出したかどうか調べなきゃならん。もう絶対無理ですよ。そんな人間。何時間かかるかわかんない。で、チェックしたところで全員が全員覚えれるかって言ったらそうじゃないですよ。どいつが危ないやつかっていうところ。ごめんなさい、話の幅がだいぶちょっと広がりすぎました。まあパソコンの、内容の、まあ、通りですね。もともとホームページは行きずに、その令和3年3月24日、括弧は括弧閉じる第4835。けどこの書類も本当難しいですね。その上に山本っていう印を押してある意味とかもよくわからないんですし、その書記官の人と裁判官の人の名前はフルネームでは載ってますけども、書類の見方ですね、その合議制で裁判長はいるはずですよね。どうでしたっけ、ちょっとその法律のところ僕もその詳しく分かってませんから、書類見たときに、代理人のところに名前が入ってるのと、そうじゃないのとかがありますから、それを見た方が、分かる人からしたら、多分それ見た方が分かりやすいと思うんですよ。警察、元警察官で、精神病院、人面会病院の医者だったものが、この永田なんとかっていうもの、まあ、その本人に聞いてみないと、その名前ってわからない部分あるじゃないですか、読み方。上の方の例えばこういうのだったら読み方ですね、その、まあ、所長とかの印が入ってなかったりだとか、裁判長の印だか、主任、就任、
裁判官、首席書記官とかのところの印は抜けてたりはするんですけども、これどういうものなんでしょうね。そのコロナの時にものすごく裁判件数が多かったのが分かるんですよ、倒産とかで。で、この間、2月の方ですね、2月に裁判所行った時に、一回、今日どれぐらい裁判あるのか見とこうと思って、見たら、刑事事件1件と、民事事件3件だけでした。まあ、日によってだいぶ、まあ、違うといえば違うんでしょうけども、だから今、裁判件数はすごく減ってるんじゃないでしょうか。まあまあ、まあ、たまにそういうところも見て、どれぐらい法廷開かれてるのかっていうところを、まあ、確認たまにはしてみるつもりですけども、まあ、こういう状況です。まあ、最終的に、まあ、佳子さま、やふみひとさまや、まあ、いろんな方たちへの SOS、さっき、まあ、藤田さんの声で泣けるっていう声が聞こえてきたんですけども、ウルズラバークで課長をしていた藤田さんの声なんですけども、その人はもともと、東山高校に来たことあったと思うんですよ、僕は子供の頃。この近くの藤田建設の人だとは思うんですけど、僕は昔皇居行った時にその人も東京の方に行っていて、皇居の周りの、堀のところの草を刈っていたり、刈る仕事をしてたみたいですね。その辺のところとかも、すまんとかいう声が、聞こえてきて、いるんですけど、どう判断したらいいかわからないですね。その、どういう意味でそのすまんなのか。まあちょっと重い話になりましたけども、以上です。皆さんチャンネル登録と着信通知の設定と、あと着信通知の設定がわからない方は、まあ、周りの方に聞いていただいたり、販売店の方に聞いていただいたり、まあ、周りの方とかに、その、まあ、動画の再生時間長いですけども、まあ、一応、彼のこういう話ちゃんと聞いといた方がいいと、結構こういう人多いから、こういう目に遭ってる人多いからっていうこと、まあ、とりあえず彼は知ってることは、ちゃんと本当のこと言うと。で、まあ、テレビの放送の見方だとか社会全体のところを、まあ、最初絶望するかもしれませんけども、そこはみんなでなんとか、対応しなかったらもうどうしようもないという部分ですね。ということです。長い間ご清聴ありがとうございました。この辺で、今回の撮影は終了します。